キングマサです。よろしくお願いします。トムサックス、マーズヤードって呼ばれてるやつなんですけども、現代アーティストのトムサックスがナイキのスニーカーをデザインして、これ最初発売予定なかったのか分かんないんですけど、ファッションウィーク行った時に海外のいわゆるまあファッション業界人たちが履いてて、うまいことみんなコーディネートしてて、まあ合わせやすいんですよ。すごいレディーメイドとナイキのブレザー、細いからいろんな服装に合わせやすい、一番簡単にコーディネートしやすいかなっていう、ティファニーダンク、ダイヤモンドとのコラボレーション、20年ぐらい前の一装なんですけど、最近またダンク SB ブームがすごいじゃないですか。最近のダンク SB よりこの当時のダンク SB のソールが好きで、あと履き心地とここの柔らかさが全然違うんですよ。今のやつ結構硬いんですよね。ダンク SB は昔から僕はすごい好きな一足だったんで、なんかまた再ブームこうやってきて、なんかちょっと嬉しいのは嬉しいんですけど、昔はナイキの SB のラインってナイキショップでは取り扱いしなかったんですよ。スケートボードショップだけで取り扱いされてたんですけど、またそれがどこで発売されるか、いつ発売されるかわからないっていうのがなんか良かったっていう、ちょっとレア感がある。普通のナイキショップでは売ってないものを履いてるっていうのが良くて、今日履いてるのはオフホワイトとジョーダン1のコラボレーションの一番最初に出たやつなんですけど、誰もが大好きなシカゴカラーベースになった一足、ここまでいじってるジョーダン1っていうの僕見たことなくって、僕の中では衝撃的でめちゃめちゃ好きですね。はい、スニーカーって僕コミュニケーションツールの一つかなと思うんですけど、ちょっとレアなスニーカーだとか珍しいスニーカーを履いてることによって、そのスニーカーいいね、何とか聞いてもらったり、そこからこう言葉のキャッチボールっていうのが始まってくるので、僕は結構そういうイベントごとになると結構レアなもの履いていったりだとかっていうのをすることが多いですね。自分がまあ僕はブランドをやってる人間なので、それの5周年かな、5周年が今年の8月になるんですけど、その時に中目の自分のショールームをちょっと果物屋にしようと思ってて、今回のまあ果物屋さんの企画はもう違ったアーティストさんに果物っていうテーマを投げて、そこでいろんなこう果物のアートになった T シャツを今回発売する。でその時に僕はあの空間まで全部こう果物屋さん、海外の果物屋さんにしようと思ってて、まあ、そういうイベントをちょっとしようかなっていうのは考えてはいるので、よかったら遊びに来てください。はい。